ラトクリフ街道殺人事件は、1811年12月に、イギリス・ロンドンの幹線道路である、ラトクリフ街道で起きた連続殺人事件。2家族計7人が残殺され、当時のロンドン市民を恐怖に陥れ、19世紀のイギリスでは切り裂き、ジャックと並んで残虐と非道を象徴する事件とされた。事件発生の同月に犯人が断定され、 間もなくその者のが自殺したことで、事件は一応収束したが、後には、当時の警察捜査のずさんさが指摘されたことで、この犯人断定には疑問が持たれており、より近代的な警察組織の必要が論じられる、契機にもなった。1811年12月7日夜、ラトクリフ街道の洋品店で、店主夫婦、その息子である生後3ヶ月の赤ん坊、そして、 店員の少年の計4人が残殺された。店主の妻は頭部を叩き潰され、店員の少年も頭部を滅多打ちにされた上に飛び散ったのが散乱しており、赤ん坊は顔面が叩き潰された上に首が銅から切断しそうなほど切り裂かれているという残虐さであった。この家の女中が買い物に出かけている間の約20分間での犯行であった。現場には 狂気と見られる大きな飲み、土などの工具類が残されており、店の裏には二組の足跡が残されていた。また、その日の夕方にに、三人の男が店外をうろついていたとの証言もあった。同月の19日夜、その用品店の近所の酒場で、店主夫婦と使用人の少女の計三人が同様の手口で斬殺された。残虐者は前回同様であり、少女は 頭蓋骨を激しく叩き砕かれた上、首が銅からほとんど切り離されていた。今回は同居していた天守夫婦の14歳の孫娘はかろうじて被害を逃れた。目撃者の証言によれば犯人は身長180センチメートルほどで足の不自由そうな男とのことであった。ジョン・ウィリアムズ同月の23日。 ジョン・ウィリアムズという27歳の船員が尋問を受けた。彼は最初の事件現場である、洋品店の店主と共に船に乗った経験を持つ上、2件目の現場である酒場を訪れたこともあった。2件目の事件の夜には、当時泊まっていた宿から外出しており、帰宅時には姿を見られたくない素振りであり、外出前よりも多くの金を持っていた、といった事情から疑いを持たれたのである。 ウィリアムズは容疑を否認したが、事件後に彼の服に血痕があった、事件翌朝に彼が泥だらけの靴下を洗っていたとの証言も上がった。ウィリアムズはそれらを事件とは無関係と弁明しており、ウィリアムズが犯人だという確証はまだ揃っていないと語る、治安刑事もいたものの、彼の立場は不利になる一方だった。高知からわずか4日後の12月27日、ウィリアムズは、 独房で首を吊って自殺した。周囲は彼が罪を認めたと解釈し、これにより、本事件はウィリアムズの単独犯として収束した。12月31日、彼の遺体は狂気の工具類と共に入馬車に乗せられて街中を引き回され、1万人もの群衆たちの前に晒し物にされた末、穴の中へ放り込まれ、心臓に杭を打ち込まれて葬られた。 事件発生直後、タイムズ市場では、過去の殺人記録を顧えり見るに、その極悪非道において、以下に記す詳細が暴くものに匹敵する例が、存在するや、はなや、甚だ疑問であると報じられた。この事件により、ロンドン市民は恐怖と怒りに襲われ、ラトクリフ街道には、野印馬が押し寄せた。事件発生から10時間以内に300個の警報器を、 ウリーサバイタという商人もいた。群衆の中を晒し物にされるジョン・ウィリアムズの、遺体前日のようにウィリアムズが、死後も晒し物にされて無語い手段で葬られたのも、ロンドン市民たちへの影響が理由である。人々はこの事件に興奮し、何としても犯人に報復したいとの思いが募っていた。当時のロンドンでは、公開処刑は一種の娯楽のようにみなされており、 処刑の場には膨大な数の見物客が集まるほどだったが、ウィリアムズの場合は、処刑を前に自殺してしまい、彼の最後を人々に見せしめる場が失われたことで、その代わりの手段が必要となったのである。ロンドンのみならず、社会的パニックは、イギリスの広範囲にわたった。1854年には、同国の評論家のトマス・ド・クインシーが、過去に類を見ない卓越した事件と述べ、 頭部を無残に砕いたり、一切に満たない赤ん坊まで斬殺するといった残虐さと野蛮さから犯人を無意味なサディズムの持ち主と分析しており、また当時はロンドンから3 0 0トル以上離れたグラスミアに住んでいたにもかかわらず、隣人について、彼女は18枚の扉を閉めるまで休めなかった、寝室と侵入者との間をすべて閉じて、情を刺すまでと語っている。 ラトクリフ街道が通っているイーストエンドは当時は水府や労働者が何千人もひしめいており様々な外国人が往来していたことから何の根拠もなしに無数の移民たちアイルランド人、ユダヤ人、中国人が犯罪を起こしていると言われた本事件においても最初はポルトガル人が犯人と推測された理由は イギリス人にしては残酷すぎるというだけであり、さらに後にはアイルランド人に偏見が向けられた。犯人と断定されたジョン・ウィリアムズも、長所には背の低い足の不自由なアイルランド人と記述されていたが、実際にはスコットランド人であり、タイムズ紙の報道によれば足の不自由もなかった。イギリスの劇作家で政治家でもあるリチャード・ブリンズリー・シェーリダンは後に議会で この事件について以下のように語っている。人々はあっという間に犯人はポルトガル人だと納得してしまいました。ポルトガル人以外に考えられないというのです。だってポルトガル人じゃなかったら誰がこんなことするものか、これが大抵の人の思いでした。次の外国人といえばアイルランド人。殺人はアイルランド人らしいと考えられ犯人は アイルランド人しか考えられないということになりました。サイラックス 1995P93 より引用1810年代当時のイギリスの警察事情は近代と比較すると非常にずさんなものであった。ウィリアムズのコーチに至るまでは噂話だけを鵜呑みにして数十人に上る容疑者がコ知され、その大部分は前述のような偏見から外国人、そして泥酔者、 精神出患者たちであった。ウィリアムズの泊まっていた宿や、用品店の物証である、工具類を、さらに調査すれば、真相解明につながった可能性もあるが、当局では、ウィリアムズのコーチ時点で、それ以上の捜査は行われなかった。工具類の所持者は、ウィリアムズコーチ後に判明していたが、そのもののアリバイが調べられることもなかった。また工具に、イニシャルが彫られているのが分かったのは、 事件発生から10日以上も経ってからのことである。ウィリアムズの死も当時の状況から本当に自殺かどうか疑問視されており、最後にウィリアムズの姿を見た者は自信を持って、これは全くの見当違いだと述べている。仮にウィリアムズが真犯人であったとしても、洋品店の事件では前述のように二組の足跡が残されており、複数人の不審者が目撃されている。 また物証傷である工具類は重く、一人でそれらを運んで店内に侵入することは無理があり、ウィリアムズの単独犯行は困難とも考えられている。ロンドンでは本事件を機に当時の治安対策が時代遅れであることが明白となり、全国的な警察組織の必要性が活発に論じられ始めた。当時の内務大臣、リチャード・ライダーも、 事件翌年の1812年に、いち早く警察制度の特別委員会を設置し、警察力増強の法案成立に尽力した。しかしこの委員会の席上において、外務大臣、ジョージ・カニングは以下のように発言している。パリには素晴らしい警察があるが、市民は莫大な税金を支払わされている。私は家宅捜査やスパイ活動といった、 風車ェの装置に縛られるくらいなら、3年か4年に一度、ラトクリフ街道で誰かの喉がかき切られる方がまだ、ましだ。林田 2002P76 より引用結局、警察力増強には7万4千ポンドもの経費を、要することから、当時の法案は否決された。ロンドンでの近代警察組織の実現は、その後の1829年のロンドン、警視庁設立を待つことになる。 ありがとうございます。